ベヒーモスは、ポーランド出身のブラックエンドデスメタルバンド。同国の、ベーダー、ヘイトラと並び、エクストリームメタルシーンの確立に貢献したバンドの、一つ。音楽性が、当初のブラックメタルから、近年は、デスメタルのスタイルに接近している。1991年、メルバル、バールレイブンロック、デシュクレーターのラインナップで結成される。最初のリリースは、 エンドレスラムネーションとザリターンオブザノーザムーンというデモテープだった。1993年、ペーガンレコードと契約し、デモテープ、フロムザペーガンバストランズをリリースした。1995年から1枚目のアルバム、スベンテビス、ストーミングニアザバルチックを発売する。1996年から2枚目のアルバム、グロムを録音。 このアルバムにアコースティックギター、女性ボーカル、シンセサイザが初めて盛り込まれた。アルバム発表後、欧州のコンサートツアーを行う。1998年から3枚目のアルバム、パンデモニック・インカンテーションズがリリースされる。しかし、宣伝不足で多くの注目を集めなかった。すぐ後に、イタリアのレコード会社、アバンギャルド・ミュージックと契約した。 1999年、アバンギャルドミュージックより、アルバム、セタニカを発表。このアルバムから、デスメタルの影響が見えるようになった。アルバムが、アンダーグラウンドシーンで大成功を収めた。さてリコンと D サイドと一緒に行われた、ツアーきっかけ知名度がさらに高まった。この時期、ベーシストのノビとギタリストのハボックが、バンドに参加した。2000年、 この年リリースされた新しいアルバムでは、正確なドラミングと思い複合ギター演奏のおかげで、デスメタルに向けて一層進展した。このアルバムは、世界的に評価された。すぐ後に行われたツアーで、多くの有名な音楽フェスティバルに参加した。ツアーのコンサートの多くで、カーペシアンフォレスやコルドと一緒に演奏した。ツアーの最後のコンサート後に、ゾズ、 キーア・カルタス、ヒア・ビヨンドというアルバムを録音した。2002年、ノルウェーツアーを初めて行った。2004年、ハボックがバンドから脱退し、ノビもセッション参加を終了した。同年、新作アルバム、デミゴッドが音楽チャートで成功した。2007年、アルバム、ザ・ポスタシープロモーションのために、アメリカの音楽フェスティバル・オズフェストに参加した。 フランスパリ公演2008年の10月に初来日を果たす。初のコンサートの DVD がリリースされた。2009年アルバムエヴァンゲリオンがニュークリアブラストから発売された。2010年1月にアメリカツアーが開始された。2010年から4月エクストリームザドジョボリューム23で2度目の来日公演。2013年ラウドパーク13に出演。 2014年、アルバム、ザ・サタニストをリリース。2015年から10月4回目の日本公演。ノルウェージャンブラックメタルのシーンとブラスフェミーノでも、ブラッドアポンザ・オルターに影響を受けたと語っている。ありがとうございます。